皆さんこんにちは。アドビの田中です。このウェビナーは皆様の悩みを解決するいろはシリーズ。今回は SNS で使える商品撮影に挑戦しよう、ライティング実践編をお届けいたします。この放送では皆様からのコメントを随時受け付けております。ぜひコメントや質問をお待ちしております。それでは今回のインストラクターをご紹介いたしましょう。 今回インストラクターを務めていただくのは、現代写真家の三沢良介さんです。三沢さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回に続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、早速ですが、三沢さんの自己紹介、お願いできますでしょうか。はい、えっ、ー、と、現代写真家の三沢良介です。まあ、現代写真っていうのは、えー、簡単に言うと、まあ、今の写真を通常の写真、一般的なストレート写真ではなくて、 えっと、現代アートの文脈で写真を使って作品を使っ作ったりするっていう活動をしています。なるほど。はい、これ、今ちょうど写真出てもあの、古展もされたんですよね。そうです。これは1月の9日から29日に、えっと、渋谷の地帯で行っていた古展の様子です。うん、このはまは、まあ、再構築っていうのをテーマに、えっと、写真を使った作品を5作品展示しました。 すごいですね。あの結構あれですよね、インスタ、SNS でもあの三沢さんの写真などご覧いただけると思います。あこれもすごいです。これは実写なんですよね。これは実写ですね。うん、すごい。この辺の写真とかは結構まあ水をとってるんですけど、はいまあ、あとそれに対してあのマニピュレーションですね、フォトショップとかのマニピュレーションを加えて仕上げているっていう感じですね。えー、基本的に全部こう、なんでしょう、その都度の作品のコンセプトから入って、イメージから。 逆算して作るって、まあ、写真のパラドックスっていうのはコンセプトにしてるんで。うん、自分の中のイメージをカメラを使って再現するっていうふうに。作品を作ってます、ね。すごい、いろいろ、あ。はい。これも、これはそうですよ。実写、これも実写化。これも実写ですね。うん、これも、えっと、氷を撮影したシリーズですね。氷なんですね。そうです、そうです。氷にライティングをして撮っと、ね。えー、で、マクロで撮ってまあ、黒いライティング。はい、まさに、今日のテーマでもあるライティングの。ところが、はい すごい出てきて、これも実写ってことですか、ね、これも実写ですね。まあ、少しこの辺の話と長くなっちゃうんで、棒 <laughs> の話をしてると。<laughs> はい、すみません、はい、<laughs> 私がすごい聞いちゃった。<laughs> はい、では、えっ、ー、と、そうですね、SNS、今ちょうどチャットボックスにもあの書いてますのでごめんあの、ご興味ある方、ぜひご覧いただけたらと思います。はい、あとは、<ぜ>今日あのそうですね、あの インストラクターやっていただいている理由としても、アドビンの記事を何個か書いていただいているのもちょっと紹介したいかなと思います。あの今日のセミナーと合わせて見ていただくと、より理解力深まると思うんですけども、このようなですね、SNS の物撮りの、えー、と記事を書いていただいたりとか、物撮りだけではなく、あのー、スナップの写真だったりとか、いろいろ書いていただいてますので、こちらもぜひ参考にしていただけたらと思います。 はいありがとうございますあとはそうです昨年の MAX にもですね、登壇いただいたんで、それも明るあるとありますので、今日の話とあのちょっと、あ,のあると、同じ部分もあると思うんですそれも、またですね理解深まると思いますので、ご覧ください。 では、今回は sns で使える商品撮影に挑戦しようライティング実践編をお届けします。で、今回2回目になるんですけども、簡単に前回の復習としては、前回はあのライティングの役割とか l 印象を作り出す。あの実践で自宅で実践できる種類とか、はい、あとは機材の説明とかをいただいたんですが、簡単にまとめると前回はどんな？ 前回の1回目はすごく簡単に説明するとライティングの持つ役割みたいなことを解説ざっくり解説したんですねうん、うん、種類と。ライティングっていうのは印象を作り出すものでそれを SNS で使うときにどういった種類がものがあるかっていうその種類を簡単に説明したんですけど今回は実際にそれを、えー、ご自宅で、えー、投稿したりするときに使うときにどういうふうにセッティングを実際しているのかっていうことを、まあ、動画を使いながら。はい 見てて説明しいいいけたらなととますすありがううござそでね前回だとやっぱライティングによってねただ合ってるんだけど作り方が変わったりとか印象を変えるっていうところ私もすごいです、ね、印象深く <laughs> ありがとうございます。前回のアーカイブも、はい、あの YouTube に上がっておりますのでご興味ある方ぜひご覧ください。 はい。で、今回、今、あの、三沢さんからもお話がありました通り、今回は実際のですね、セッティングだったりとか、撮り方についてご紹介します。で種類の中で、前回、あの、いろいろ種類をあのご紹介いただいたんですが。今日は順行とか、斜めから、サイドから、そして逆行の部分をメインにご紹介をいたします。ではですね、撮っていただいた、えっ、ー、と、映像があるので、そちらを私の、えっ、ー、と、PC を見ながらご紹介したいと思います。はい。 では私の画面、これあの以前撮っていただいたちょっとき私のでこう再生をスライドしながらですね、止め止めめいいきたいと思います、はい、まずセッティングなんですけども、これは普通にお部屋の中で、えー、とセッティングしてる感じですよね。そうです、これは実際に、えーまあ、小さな部屋で、はいえー、ライティングの定常光ーヒを使って、どのようにライティングをできるかを実験しているというか、うん、まあ実際に解説しているような。はい ものになりますね、まあ、この実際の今映って皆さんが見られている映像は巡行のものなんですけれども、えー、と巡行はえっとまあ太陽が自分の頭の上,の上にある状態なんですよね。なのでえっとこの定常光の一頭のライトとあの被写体あのピンク色の紙の上に置いてある緑のカキが置いてあると思うんですけどあこの間に僕が入って撮影を真正面からしてます。 これ、ライトってどのくらいの大きさなんですかねこのライトは実際の大きさでいくと、まあ30センチ、20センチぐらいの、本当に簡易的な。これ、それを、これは三脚か何かに専用の、なんか、ホールに当てて、えっ、ー、と、立ててる感じですかそうですね。実際のスタジオとかだと、これ、センチュリーとかを実際に組むんですけど、はい、まあ、自宅で置けるようなものなので、簡易的な三脚というか、まあ、三脚っていう、三脚ではないんですけど、簡易的な、こう、えっ、ー、と、センチュリーっていうか、 まあちょっと何ですかね、はい。うん、<laughs> まあ、ポ,ポールみたいなものを、ちょっとうまくそれ以外のセンチュリー以外の用語でうまく言えないんですけど <laughs>、そういう簡易的なものがあるので、それを実際に購入して、こう作すね、はい、作りました。はい、あとは結構今回、事前質問にも多くあったんですけど、背景とか、そのテーブルコーディネートだったりとか、あとはその部屋の照明とかってどうしてますかっていう質問があったので今回これ、紙ピンクのは紙ですかえっと部屋の照明からいくと、部屋の照明は、はい はい、あっすいませんじこちらございま部屋まあ部屋の照明からいくと部屋の照明って、えっと、それぞれ、あのー、色温度っていうか微妙に違うんですよね。えっとまあ,あのすごく分かりやすくと暖色のもライトを使っている方もいれば間、まあ、色のすごいあのー 事務所っぽいライトというかを使っている方もいらっしゃるのでそういうものは結構色は干渉しやすいんですねなのでもし定常灯が定常光をお持ちであればそれを使っていただいて他の照明は消していただいた方がライティングとしては分かりやすいと思いますね、うん、なるほど結構今回この映像を見るとその部屋の明かりはつけてるけれどもまあ消してもう1個の,その定常光の光でやった方がまあ分かりやすいっていう言い方。 にはなりますかねそうです、まあ、この映像は僕の顔が見えなくなっちゃうんで表情とか分かんなくなると思って、はい、つけてあるだけなので分かりました今回説明用にそうです、はい、です説明つけて,ていただいたからだけどまあ撮影するときとかはもう本当にあの部屋の明かりを消してやってもありってことですね。あとはそうです、ね、背景やテーブルコーディネートという質問もあったんですけどうん、うん、これ背景はなんか紙ピンクのやつは紙ですか、はい そうですこれは普通の画用紙です色の画用紙を使ってますね。<ー>えっとまあこれ、まあ大体これ B1 サイズくらいじゃない、これ B2 サイズくらいかの紙を使ってるんですけど、まあこれも理由としては、実際にスタジオとかだったら大きいこうロール、ロール紙みたいなものを使って、えー、こう、ダーッて垂らしてやれるんですけど、まあ自宅だったりすると、それができないので、簡単によりこう、えっ、ー、とまあリーズナブルにというか、その状態を作り出すような、まあ ティップスじゃないですけど、ものですね。なんでこれくらいの画用紙を買っていただいて。まあ、マスキングテープのようなもので、紙にこう、壁にこう、なですかね。傷が残らない、後が残らない、ようなものテープで、こう、ポンポンと貼って、その前に物を置いたりすると。こう、まあ、普段と少し違った印象を作ることができたりとか、か背景が気にならなかったりするんで、結構おすすめですね。そうですね。紙とか買ってくる。うんうん、結構こういうのじゃ、いっぱい持ってるんですか?紙の色の。そうですね。紙の色を結構持ってたりとか、あとは、まあ。うん もし、余力があれば布とかでもいいかなと思いますね。確かにそうですね。うん、布とか、なんか、カーテンとか布とかですかね。そうですね。もし、まあ、カーテンはなかなかこう下までびょーんとないと思うので、<か> <laughs> もしそれをカーテンにやりたかったとしたら、机とかをカーテンの職人、ちっちゃい、低い机があれば、カーテンのそばにばーんつけて、その上にこう、カーテンを垂らしその上に置いたりしてもいいかもしれないですね。 ありがとうございます、うん、あと事前質問であったものとしては、はい、あの撮影するときのシャッタースピードや F 値を教えてくださいっていうのがあって、うん、まこれもカメラによったりとか、その場所によったりで、もちろん変わってくると思うんですけど、はい、今回のこれを撮影した時の、えっときの設定値だったりとかを教えていただけますそうですね、これを設定したとき、はい、まあ実際、このちょっと見てもいただきましょうか、じゃあ。はい まあちょっとまあ専門的な話になっちゃうんですけど基本的になんか普段仕事で使ったりとか作品を使ったりするときはうんそうまあよくシャッ設定するシャッタースピード F1 っていうのは意外ともう自分の作りたいイメージをってすごい変えるんですよねまあ一概には言えないんですけどまあ一般的な話を少しするとまあ80から160くらいの間でシャッタースピードを設定して まあ、あとは絞りに関しては、開放にするのか、絞るのかは自分のお好みでっていう感じなんですけど、まあ、この。今回に関しては、少しまあ。ライトルームのカメラで、どういうふうにやったかを説明できたらなと思いますね。三沢さんの実際の。はい。えっと、モバイルの画面は出せますかね。はい。 って実際に今回、ライトルームのモバイルのカメラ機能でも撮っていただいていて、これ撮った後の,今の画面なんですけど、ね、これ撮っおくとですね、あのどういうふうに設定したか、実はライトルームの中で見れるんですね。これ,だとまあこれちょっと見づらいかもしれないんですけど、あどのまあこの時はえっ、ー、はシャッターツール100分の1の F1.6 の ISO 感度80ですね。 結構開放めにというか F 値はそうかはそですねこれは開放にしてますね。まあ、まあ開放にしてるっていうのはまあ F 値あのライトルームのカメラだと設定できないんでオートになっちゃってるだけなんですけどライティングを組んでるので100分の1くらいのシャッタースピードで室内でも、まあ、ブレずにせせあの撮影ができたというところですね。 ライあとはまあライトレムのカメラ非常にえっと優秀なので、まあ、これ見ていただいたら分かる例えばこういう状態ですねこういう状態でもえっとです、ね、今これえっとシャッタースピード160分の1になってるんですけど ISO 感度をこうオートにしておけば自分の好みのシャッタースピード撮影ができるのでライトレムのカメラのライトレムアプリケーションのカメラではこういうふうにえっとシャッタースピードだけ自分の好みで調整してみてもいいかもしれないですね。はい 実はライトルームのモバイルカメラ機能もありまして、今、えー、プロという、プロ、左下ですね、すねプロの方にしていただいて、ね、基本はオートなんですが、プロフェッショナルに設定していただくと、今、 えー、三沢さんがご紹介した通りのシャッタースピードだったり、ISO、えー、感度だったり、いろいろ細かく設定できますので、まあ、ちょっと凝ったものをやりたい場合は、このようなものを使っていただくのもおすすめかなと思いますすそうですねあとはまあ前回もお話したんですけど、の上の方に DNG モードと JPEG モードをファイル形式でやべるので、はい、まあよりこうローに近いというか、DNG の形式で撮影しておくと、後から編集の時もいいのかなと。 思いますし、すね、何よりこうアプリ、携帯のアプリでそれを取れるというのはすごく大きな利点です、ねえー。はい、DMG に取とくた後からの補正もしやすかったりするので、でね、ここもぜひおすすめです。あとまあ時間ない時とか、はい、僕の個人的なおススメとしてはこの右下にあるプリセットとかを、はい、<laughs> えっとはめちゃって僕とはこのシャドウの暖色系が好きなんで、こういうのとかを設定しておくと、ね、だ,いだいぶ印象変わるのかわかれば、はい、わかります。なしとありでは。はい。 かなり違うんですよね、まあ、こういうことを自分でこう試してみながらいくのもいいのかなって思います後からもちろんプリセットをつけるっていうこともできるんですけどす、ね、やっぱり、ね、すぐにもう上げたいだったりとかの、うん、場合はこういうふうに撮影時からプリセットを適用するっていうのも一つの手かなと思いますそうですねはい、はい、ありがとうございますではここから問題になりますがそれぞれの ライティングについてご紹介いただきたいと思いますはいまずはと正面からのライティングについてご紹介いただきたいと思いますが、はい、まずは出来上がりのイメージ前回もご覧いただきましたが改めて見てみましょう順行の写真出ますでしょうかはい。 これが、えー、巡行で撮影した画像になると思いますけども巡行で得られる効果を改めて教えていただけますか巡行に得られる効果はまあ、いい点でいくとフラットな状態のものが撮影できるということですねどこにもこう写真見ていただいてわか,かると思うんですけどどこにも影が落ちてなくて陰影がないので全体の像が見やすくてですねこうまあ、ちょっと割り方すとのっぺりしてるんですけどこう商品自体は見やすくて影が落ちないものが撮れると いうところですね実際これあの先ほどの,あの映像の中でセッティングしているようなものなんですけども一直線にえと自分と,えとまあ順番でいくと壁からえと照明自分こう被写体があって一直線の中に自分がいるとそうすればこう,こう,こういう風に影が落ちないのでえと自分のまあ仕上がりのイメージが大事なんですけど巡行でいくとこういうふうに影が落ちなくてニュートラルな写真を撮れるということですね。 あんまりこ,うこの絵自体に、あのー、個性をあえて出さないような時とかはう、ね、こういう順行で撮るのもいいのかもしれないですね。ではじゃあまた改めて先ほどのセッティングの、えー、映像を見てみましょうか私の PC をご覧いただきたいと思います。これが先ほど、えー、三沢さんがおっしゃった通り一直線に撮るセッティングにしていらっしゃると思うんですけども、はいはい、ここから実際に撮影した時の 素材を見てみると、こういう感じで、もう本当に、後ろに、えー、そうですね、すませんちょっと分かりづらいんですけど、はいえっと、僕の,あのカメラ、はい、僕の真後ろぐらいに、えっと、ライトがあります。結構これって自分の影が入らないのかなと思ってしまうんですが、はい、入らない程度にやはり高くセッティングしてるんですよ、ね、そうですね、少し高めに設定して、じゃあ少し高めに、えっと、ライトは組んでますね。これ だと,、えー、と自分のもう影は入ってててなくで見えいこれはまあストロボの時も同じで光定常光じゃなくてストロボでも同じで自分のこの頭の上くらいにライトがあれば被写体に対してまっすぐ,ぐにこうな場所で自分の頭の上くらいにライトがあれば影が落ちないようになっているので、まあ、それで調整していけばいいのかなと思いますね。 はい、わかりました。はい、ありがとうございます。では次が、えー、斜め上からサイドのライティングのご紹介になります。はい、はい、こちらも出来上がり、また雰囲気違いますので、これで得られる効果というのを教えていただけますかまあこれは、えっと、先ほどの順号の写真に比べて、少しこうより 陰写真として、写真て見ていただくと分かると思うんですけど、写真の、えっと、左、下記の左側にライトが当たって、強く当たっていて、右側の奥にかけて影が落ちているのが分かります、ね。これ、えっと、左斜め上から45度ぐらいからライトを打っているので、奥の方が暗くなって、手前の方が左あの,の方が明るくなっているんですねで。奥にかけて影が伸びているんですけど、これによってこう写真が印象的なものに変わっていくんですよね。ニュートラルの時よりも。 なので、こういうふうな斜め45度ぐらいからのライティングは、巡、え、航、っと、の時よりも少しこう印象的な端になりやすいと思います。そうですね、また全然雰囲気が違いますね。はい、これもセッティングのところの、えー、と映像をいただいているので、ご覧ください。はい、私のここ全くこれもこの、えー、先ほどの巡航と部屋だったり、セッティングは一緒で、ライトの場所を変えている。 だけですか。はい。場所を変えているだけで、はい、ななら露出のえっ、ー、と設定も全部同じです。同じなんですね。それでだいぶイメージが違うんです、ねはい。そうですね。だいぶ違いますね。なるほど。わかりましたこういうふうにセッティングをしていただきつつ、うんうん、セッティングして、えっ、ー、と、実際に撮る場所としては、ここでこう、うえっと、正面から撮ってる、巡行の時と同じく真正面から撮っていますね。 自分の影が入らないのかなと、私見てて思ったんですけど。これも影が入らないような場所に。ライトを設定し、設置して、撮ってるイメージです。取ってる感じですか。えっと、この状態で、自分の影が入る時というのは、自分の。えー、っと、斜め後ろ、な、なんていうんですかね。まず、入らないんですけど、自分。と。ちょっと、これ、映像説明でき、できてないな、えー、っと、なんていうんですかね。<laughs> 被写体と自分がいてそのんですかねかぶ、はい、る位置にライトが来てしまっていたら入っちゃうんですけど影がはいえっとい位置関係として被写体があって自分があってそんな被写体から、えー、斜め45度上からライトが当たっている状態これちょっと図,図式できてないんでちょっと申し訳ないんですけど、うん、これ想像していただくと分かると思うんですけどこの光って この光ってどこにも影が僕の影が入る隙間がないですよね、この空間に。確かにそうですね、はいこの。この直線には入ってないんで入らないんですね、これは。そうなると影は落ちないですね。はい。分かりました。ありがとうございます。あとはですね、サイドのところで言うと、サイドが、えー、とここからそのままサイドを取る場合はこう、もう本当に位置を動かしてサイドを取る。 感じです、ねはい、そうですすねはいそう今これちょっとサイドにした時にライトの位置を低くしたような気がしたんですけどこれは何か意図があるんでしょうか、はい、あこれは少しあの皆さんにこう,う分かりやすくしている加。い、えっか、と、影って太陽もそうなんですけど高ければ高いほど影の距離って短くて夕日になればなるほど自分の影ってガーッと伸びていくじゃないですか。はい それをこう分かりやすく図式したというか、えっと、サイドコーの場合って、今こう見ていただくと位置関係として、これもこの後僕、真正面から撮るんですけど、あの、僕、被写体の真横、被写体の真横に、左真横にライトが来ていて、少し低くしたことによって、まあ、写真では写ってないんですけど、すごい奥まで影が伸びてるの分かりますかね。そうですね。こ,こ,すねこれくらい低くしていくと、影でどんどん伸びていくんですよね。 こういうふうに、うね、はい、違うんですよ。はい、自分の、えー、イメージに近い影の長さみたいなことも。えー、意外とポイントだったりするので、覚えていただきたいなと思って、このううふうに下げました。なるほど。なんで、その、まあサイド、サイド、巡航、サイドこっていうので、印象が変わるのもあるけれども。高さによっても、印象を変えるっていうことができるで、ね。そうですね。高さによっても印象が変わっていきます、ね。はい、光の当たる部分も変わりますしね。はいはい、うん。わかりました。ちょっとそれにですね。 えっと、派生する質問になるかもしれないんですけど、今、はい、チャットボックスに、えっと、影と。あの、ライトの距離が。どのくらいが望ましいでしょうかって質問が来てます。え、もう一回いいですか。牡蠣とライトの距離ですか。距離そうです。ああ、牡蠣とライトの距離。うん、ちょっと細かい話をすると。えっと、光の硬さみたいなことが変わるって話前かもしたかもしれないんですけど。 光の硬さでいくと離れれば離れるほど光って硬くなっていって近くなれば近くなるほどまあ柔らかくなってはいくんですよね。ただ近くなったらなっただけ今度光量が強すぎてあの光がバーッと取るときに露出がオーバーしてしまうのでもし兆候が可能であれば近づけて兆候を落として撮影をする。柔らかい雰囲気にするだとかそういうことがあるんですけどなんで距離もえっと自分のそのえっと 作りたい柔らかさだったり硬さだったりによって、はい、えと操作していくといいのかなって思いますね。わかりました。なんで今の話の中で言うと場所ライトの場所、高さ距離によって、うん、そのイメージをすることの要素が変わってくるっていうイメージですかね。そうですねはい 分かりもしその距離も光量によって結構変わるので、はい、自分の使っている定常光のライトがどれくらいの光量で、はいえっと、自分のイメージしている距離にした時にもう全然届かないのかだったりとかそしたら、えっと、もし自分の,夢の中では硬い印象だったけど同じ自分の、えっと、使っているライトが届く距離でギリギリのところまで持っていって硬さを調整したりとか,柔らかぎもしこれちょっと応用の話になっちゃうんですけどもしこう もっと柔らかくしたいでこの光量でもっと柔らかくしたいという場合にはこの被写体とライトの間にディフューザーみたいなものディフューザーと呼ばれるまあマーク、斜膜だったりとか、まあ、さっきこの間軽くお話したい、ま、家だったらカーテンとかをえ置いて光を分散して柔らかくするみたいな方法があるのでちょっと試していってくれたらなと思いますねそうですね。 なんで先に自分がどういうものを撮りたいかをイメージしてからライトを選ぶっていうパターンももしかしたらあるかもしれないですまずはね用意したものでどこまでできるかっていうのを探ってみて今後どういうものをあの機材として用意するかっていうのも選ぶっていうのもパターンかもしれないですね今はい思いましたありがとうございますじゃああともう一つですねライティングの方法として逆光のライティングを ご紹介いただきたいと思います。はい。はい。出来上がりはこんな感じ。また全然イメージ違いますね。そうですね、はい。逆光で得られる効果を教えていただけますでしょうか。はいまあ、逆光のライティングって、えっと、見ていただいたら分かると思うんですけど、この輪郭がすごい強調されるんですよね。これもまあカキの,あの形っていうか側面のこの輪郭がすごく強調されている写真になっていると思うんですけど、こういうふうに自分の撮影する被写体の えーとシルエットを強調させる効果はありますよね、特に物撮りだと。すごいですね、シルエットがすごくお、あのー、分かるようになっていると思います。うん、では、これもですね、えー、と実際に撮影した動画をいただいていますので、見てみましょう。はい、はい、今、これがですねセッティングの、えー、と映像を。 見ていただいてるんですけど、ほぼ,ほぼさっきのサイドと一緒なカ、はい、セッティングではありますか？そうですね。えっとこの状態で撮影する場所は変わってるんですけど、まあちょっと実実質だったので実際にこのあの向こうにライトを置くことができなかったのでこの位置に来たんですけど、なるほど。そのこういうふうにえっとまあ順順行でも変な話。 えっと、僕が撮影する位置を動いていけばそれは逆光にもなるしサイド光にもなるんですよねそうですねはいうんうん、うん、確かにそうか見せたい位置、まあ、こういうカビみたいなカキだったら、まあ、どこが正面っていうのはないから自分が動くっていうパターンも確かにありますすよねねそうです、ね、こう今回みたいに、まあ、実際に家で撮っている時には、まあ、後ろに回り込めないよとか後ろにできないよという時は自分が動いてしまってはい あのまあ、逆光の状態って自分と光の間に被写体が一直線になればいいのでそれの状態を作り出しているってことですね。なるほど分かりましたありがとうございます。えー、っとそしたらですね<あ>、えー、これ実際にちょっと撮影ど,、はい、どこの場所からしてるかも見せてあげられたらと思うんですけどそうです、ね、この辺から撮ってます。 ですね、なので、これが、えー、と今度はさっきの巡行は、三沢さんが、えー、と照明と花瓶の間に入っていたけれども、これは照明、花瓶、三沢さんという順番でそうですえと入ってる感じですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。あとはこれをですね、あの皆さん横からも見てみたいという。あの ありまして、横からこの逆光に関しては横から撮っているのがあるのでえー、っとですね。えー、っと横から見ているので、見るとこんな感じで撮っているって感じですね。うん、そうですね。あのこれは実際の撮影者目線ですよね。はい、撮影者目線だとこのようになってますね。なるほど。うんうん、結構、これは照明が低い位置で撮ってるような印象なんですけれども。はい やっぱり低い方がいいいんですか、えっと、低い方が別にいいことはないんですけどまあ作例なので、えっと、よりこうシルエットが分かりやすく強調されるっていう時に、えっと、まあ低いというか被写体とライトの位置を平行にすることでよりこう輪郭が強調できたのでこの高さにしてるっていう感じですね。確かに輪郭を強調したい場合は下にした方がより全部のこう輪郭に照明が回るようになるんですかね。はい そうですねこれはちょっとまあ別に応用的な話をすると、はい、ライトは別にこの限りではなくて、えっと、ライト別に入ってもいいんですよ。うん。はあはい。あの光があそうですよね。人物写真の逆光とかでもよくあると思うんですけど、はい、あの完全に人の真後ろに光太陽が来ていて、えっと、人物が浮かび上がっている写真もあれば、えっと、人の後ろに 太陽が半分くらい入ってるる写真ととかもあると思うんですよね、はい、そういうふうに自分のイメージで、はい、まあこの低照光のライトを別に入れてもと撮る位置の調整で入れても構わないのでどの状態でも、えー、いいと思うんで自分のイメージする逆光をこういうふうに作り出すっていうのは自分の位置が自分が自分が動いたりライトの位置を高さを変えて自分の好みの逆光を作り出すっていうちょっとトライをぜひしていただけたらな確かにありまますよね今はまさに ライトがちょうどカキにかぶるような設定にしていると思うんですけど、うんうん、ちょっとライトが見えて、はい、あえてこうそうです、ね、後ろからこう光を背負っているようなイメージで撮るっていうパターンも逆光だとありえますよね。うん、はい、はい わかりました。そのあたりもやっぱり高さだったりとか距離だったりで変わると思うので、ぜひ皆さんも試していただくのがいいかもしれないですね。<laughs> はい。はい。ありがとうございます。あの、今日の紹介のところは以上になるんですが、事前質問、今回も本当にたくさんいただいておりまして、ここからはですね、えっ、ー、と、事前質問についてお答えしていきたいと思います。はい。では、1問目はこちらですね。 物撮りの際にきれいに見える角度を教えてくださいということなんですけれども、はい、えと例えば今も結構角度の話あったと思うんですけども、はい、なんかこうきれいに見えるは、えー、と角度とかがあれば教えていただけますか、えっと、こののの質問に関しては今回のテーマ SNS 投稿するみたいなところで少し区切って話すと、えっと、まあ自宅だったりあのオフィスのテーブルだったりするときってやっぱり背景が抜けちゃうと思うんですよね。スタジオでしっかり撮るときとかって意外と背景どうにでもコントロールできるんですけどなんか限られた空間でえっと綺麗に撮るときってその背景の抜けがどうしても気になったりすると思うんでこういう問題はもし自分の影とかが気にならない状態であれば。 まあライティングも必要なんですけど、まあ、ライティングを使って、えっと、自分のこ75度から上くらいというか、よりこう真上気味にかけて、75度から90度くらいです、ね、の位置、ちょっとスマートフォンで言うと、えっと、まあこのくらいから、このくらいの位置にかけて、見えるかなこう,こ,うこういう感じの距離感で撮影すると、えっと、何でしょう。 映るのが食べ物で言えばテーブルだけに限定できるんですよね。その背景を抜くことができるので、そうするとよりこう情報を制御できるので、見る人もこう綺麗に見えるのかなというふうに思いますね。まあ、ちょっとティップス的な話になっちゃうんですけど、本とかもそうで、実際に例えば、えっと、机の上に置いたときも真、真上気味からとか75度くらいから撮ってあげることで、えっと、 情報を制御できるのできれいに本だけが取れたりとかあとは本の角度を少し自分の好みで調整してあげたりとかページを開いてみたりとかあとは、えっと、その少し、まあ、応用までいかないですけど展開でいくと例えばベッドのシーツの上にこう自分のものを置いてみたりとかすると同じようにその背景の統制ができるのでそれをコントロールすることができるのでおすすめですね。そうですね角度だけじゃなく今 今日のお話を聞いてもあり、思いましたけど、いろいろな背景だったりとか、あとは、そうですね、どこを開くかっていうのをまさに今、本だったりとか、どこを見せるかっていうのも、いろいろな要素があって、きれいに見えるようになるのかなというのは、理解しました。うん、ありがとうございます。あとはもう一つ質問がありまして、はい、えっと、まあ、ライティングの話をしているんですが、はい、撮影時と編集時に、 どちらで露出調整をしたらいいか、まあその違いというような質問をいただいているんですけども、はい、撮影そっちにもある程度ライティングした方がいいのか、撮影後にこう調整するのがいいのか、うん、何かありますか。えっとシンプルに言うと、これは役割が全然違っていて、撮影時のライティングっていうのは、まあ露出 ライティングちょっと露出とライティングの微妙に違うんですけど、えっと、ライティングをする意味っていうのはその印象をちゃんとその瞬間に作っておくってことが撮影時のライティングの、えっと、必要なこと役割ですよね。うん、で編集時の露出の調整っていうのは言ってみたら微調整だったりとか自分の印象により近づけるみたいな行為なんですよね。調整編集 みたいなことが、えっと、編集撮影後に、えっと、行えることで撮影時に行えることがはそれを実際に作ることなんですよね。でもちょっともう少し分かりやすく具体例で言うと例えば人の写真をこう撮るときにこうでしょう、ね、朝日っぽい朝日こうが差し込んだ人を撮りたいと思ったときに例えばこう 朝日って結構硬めの光なんでこっちにサイ,ドサイドから光が来てる時にこ,うこっち側に影が落ちてるようなでこっち側が、えっと、明るくてこっち側が暗くなってるみたいな写真を撮りたい時にあしからフォトショップとかライトウルームの編集でここにライトの影を作り出すとかってかなり難しいじゃないですか。不自然になるしはいだから 本当にライティングをしてない、ただパシャ撮りののっぺりした写真に、こう、実際に自然光で差し込んだような影を後から編集でつけることって非常に難しいと思うんですよね。そうですね。うん、なので、もし自分がそういう写真を撮りたいのであれば、その撮影時にライティングをしておかなくてはならないですよね。それがあの撮影時のライティングの意味ですね。そうですね。<で>に。うん、実際にその編集の時に行うのは、 少しこの色温度の調整だったりとか、はい、あの、ここの影をもう少し硬くしたいだとか、もう少し強調したてやったら、コントラストを上げるとか、そういったことを。あの、撮影後の編集でやるっていうことですね。なるほど。まさに間違いがあります、ねまあ。そうですね。今日お話しいただいたことで、やっぱり。 印象を作るっていう、まあ、順行で撮るとか、うん、サイドで撮るとか逆行で撮るっていうそれは後から作ることはなかなか難しいと思うのでそれはやっぱり撮影時にきちんと作っておかないとやっぱりダメですよね。うん、なのでその色その,すあの明るさとかを後から調整するっていうのはできると思いますけどやっぱりどういうのにしたいかっていうのを最初に決めるべきなんですね。わ、ねはい、かりりまましたあががとうございます,とざいます今日も、えーっとですね、質問がなんか えといくつか来ているので、はい、えとちょっと時間が、えー、と2、3分あると思うので、えーとはい、さっきの多分セッティングのところでのせ質問が多いと思うんですが、先ほどのライトにトレ,ペ、はい、トレーシングペーパーなどをかぶせてますかっていう質問が来ていますが、何かあれかけていましたかあの撮影の時はかけてないです。 かけてないですかける<だ>かけないとか、うん、さっきもまあ距離の話のところで出てきた部分ではあると思うんですけど何か判断はありますかえっとより全体に光を回したい時だったりサイド光だけどここまでひあの影を強く落としたくないっていう時とかにおっしゃられているようなトレーシングペーパーだったりもう少し大分かりでいくと僕とか結構撮影の時にでか、はいイ車膜を引いてそのここに定常をこうバーッ強く当てて。はい えっと、サイド光で影が斜めから落ちてるけれども少しその影を和らげたりとか全体に光が回ってかつこう少し影が落ちてるみたいなことを作ったりしますね。なるほどなのですトレッシングペーパーみたいなものはすごく有益だと思います。結構あるとやっぱりいいです,かね便利ですよね。自分の先ほどど話なんですけど、はいこ 自分の使っている定常光の光量で、これからいの距離がベストで、伸びてる限りもこれくらいがいいけど、ここまでか光が強くなくていいんだよなとか、光が硬くなくていいんだよな、影がとかいうときに、トレーシングペーパーみたいなこうディフューザーの代わりですねになるものをライトの間にこうかけてあげると、光がこう全体に回って柔らかい光になるので、よりこう自分のイメージに近づけられるっていう、ちょっと応用的な話になりますけどね。なるほど、わかりました。うん ありがとうございます、はい、あともし分かる先ほど使ったパネルの中、はい、光量がどのくらいかっていうのを何名かの方にか分かりますけど、ね、<れ>機材によっちゃうんですけど、はいはい、僕が使っていたあの機材でいくと、えっと、マックスにしてたんですけど、えー、っとそれを、えー、いくつかそれは <laughs> 光のあれで言った方がいいんですかどれくらいの単位とかで言った方がいいですか まあもしですけど、まあ、もし分からなければ、そうですね、はい、なんかどのくらい、そうですね、あれば、そうですね、実際に何ルックスとか、もし分かればっていうふうには質問ではきてますけど、<ー>今、パッと分からなければ、だたかまた次回とかでも、<laughs> 大丈夫です、はいあの。それによって多分、またね、光の強さによって、直接だと、さっきのがリファレンスになって、このくらいの写真が撮れるんだなっていうのは、確かにわかるのかなと思いました。はい ありがとうございます。ではですねえっとそろそろ時間になりましたので、はい、えっと今日のえー、っとセミナーは以上になりますが、えー、次回も予定してるんですがまだ日程未定なんですが決まり次第告知いたします次回の内容どんなイメージでしょうか次回はえー、っとまだ今説明しきれてないバウンスだったりとか、まあ、少し話あったんですけどまあ 自室で行えるディフューザーを用いた撮影。まあ、それをカーテンにしたりとか、あとは逆光状態でこうライトを入れてみるみたいな撮影をまあ、少しこう解説できたらなと思います。そうですね、バウンスも前回すごく、うん、あの聞いてみたいという方多かったんです、そのあたりは楽しみですね。ありがとうございます。あと,ますあと、三沢さん何か告知があれば。 ぜひお願いしますそうですね5月の、まあ、日程本格定ではないんですけど5月の30日から6月5月の31日か30日から6月の30日まで、えっと、京都の藤井大丸という百貨店のこのエントランスのガラス張りとエントランスの柱の、えっと、アートを が担当するので、もしあの今日す関西の方が、もし落ちかければ、ねはい、ぜひ見に来てくださいという。楽しみにしています。はい。はい。このタイングで、そこで軽く天井もやるの、はい、こうやってもやると思ってるので、えー、よかったら見てください。ありがとうございます。あの、はい、そういう最新情報は、三沢さんの S. N. S. を拝見すれば。あの情報として得られますか。そうですね。 はい。わかりました。インスタかフェイス、あ、インスタかツイッターか、ンタもし自分の使いやすい方に見ていただけると嬉しいですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、次回の日程あの、このセミナーの日程をまた、えー、とメール登録して、これ登録していただいた方にはご案内いくと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。はい、では、今回のウェビナーは終了となります。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。ありがとうございました。